はい、おはようございます。栃木の竹島部長です。入院2日目です。でね、前回入院した時に、まあ、よくここでね本なんか読んでた場所なんですけど、今ね、太陽が、こちらの方向に出てます。でここ太陽が当たるんで比較的暖かいですね。で今ちょっと竹志農場が一番困ってるのが院内の冷房が効きすぎてて寒いということで、今ちょっとね寒さと戦ってるんですが、ここならね、太陽が当たるんで、あ、暖かいところ見つけて移動すればいい話なんでね、午前中はちょっとここへ来て、まあ、ネットでも見ようかなと思ってます。でベッドで寝てますとね体中痛くなっちゃうんで、はい、今日は午前中はここで過ごそうと思ってます。以上です。はい、水を買ってきました。で、飲み物は何飲んでもいいのって看護師さんに聞きましたらね、やっぱり味のついているものは消化するために腸が動くのでできれば水にしてくださいって言われました。私の大好きなコーヒーもしばらくは飲めません。以上です。はい、今ね自販機コーナーに来てます。で自販機コーナーにはこういうねテーブルが置いてありまして、窓からね太陽が入ってきてます。なんかここがね、一番暖かそうなので、午前中はとりあえずここに多めにいます。なんかもう病室寒いんでねあまり痛くありません。で看護師さんが時々来るんでね、メモ帳には自販機コーナーにいますということで、居場所をね、残してきました。今日はね午前中は主にここで活動というかじっとしてます。はい、点滴がね変わりました。今度ビーフリード500っていう点滴に変わりました。で1本8時間で落とすそうです。で9時半に交換しましたんでね、6時半ですか、じゃあ5時半か、5時半の頃交換になります。はい、間もなく日没になります。今日も一日お付き合いありがとうございました。